く、右足なら厚川、左足なら砂森というところですが、砂森のフリーキックゴール前決まりました。2点目、決めたのは畑純喜です。2対0、沼津ツートップ揃い踏みです。これで畑は今シーズン8ゴール目、これでまたチームトップということになりました。今またいいボールでしたし、いいところに入っていきました畑純喜。そしてこれでまた